Hey, what's up everyone? Alex Hollywood。 本日ね、私がね、YouTube を始めようと思ったきっかけなどについてね、少し説明させていただこうと思ってます。はい、あのね、まずうちにはテレビがないんですよ。そう、 LA 時代からもうテレビはね、家には置かないという習慣でした。それでまあ、アップルのね、そのモニターを、巨大なモニターを買って、あとはまあデスクトップ、そう、ノートブック、いくつかあるんですけどね、4台ぐらいのパソコンで、うちでね、いろいろやってます。でまあ YouTube を見ることが多くって、でやはりね、なぜか YouTube に入ったきっかけはヒカルさんなんですよ。で最初ヒカルさん、青白王子、春樹海さんとかね、どん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 次々相馬さん行って、でコムドット行ったり、ヒカキンだったり、どんどん店長さん、どんどん進み、でなぜかわからない、本当にね、ブレイキングダウンに気づいちゃったんですよね。私ね、格闘がね、実はね、昔は苦手だった。ただ今は格闘なしでは生きられない。この間見ましたか、ブレイキングダウン7。アンプルギアさんとさ、ジョリーさん最強だったでしょ。ほんと好きなんですよ。もうなんていうか、パワーをもらえて、もうワクワクドキドキしちゃって、もうね、大変ですよ。もうモニターの前で一人で騒いでます。娘がね、Hey mommy crazy っていう感じで言われちゃうんですけどね、本当に最高、最強です。はい、なので私はブレイキングダウンがないと生きてられないぐらい、朝倉兄弟にも影響を受けてね、みくるさんのファンでもあり、でホスト TV.com、 ローランドさん、歌舞伎町のね、乱社長さんとか、ゴーソさん、サキトさん、やはりね、どんどんね、ホストの世界にも入っていったんですよ。でシュンくんのね、投げ銭タワーで本当にハマり、夜な夜なずっと見てて、何なんだろうこの人たちっていうね、本当にかっこいいしね、皆さんね、素晴らしい。で私はね、ホストの方たちのビジネスって素晴らしいと思うんですね。皆さんなんかホストはグズだとかっていう人もいるかもしれません。でもね、私はね、やっぱりビジネスモードというか、そのビジネスのあり方だったりとか、そういったのを考えると、ホストの方たちってすごくね、勉強になります。なのでね、本当に大好きです。で、あとは韓国のトッポギ侍さんとか、ホージン君、デボム、そうですね、あとはまあ医療系もたくさん見ますしね、麻生先生のとかね、あとはなんだろう、そう、まあね、結構いろいろ見てますね。歌ひかちゃんねも大好きだしね、オタクもかっこいいしね、ひかりちゃんもかわいいし、でそう、春樹海さんもね、すごく好きだしね、もうね、とにかく YouTuber が大好きです。はい、で佐藤健くんのね、まあ、私ラインフレンドで健くんからいろいろ送られてくるのがもう面白くって、なぜかわからないんだけどね、健さんにもハマってます。そう、とにかく楽しくね、YouTube にね、ハマっていて、で私が YouTube やりたいって思ったのは、そういう方たちをもう見て、これは私もやらないとと思って、それがきっかけでした。なのでまあ先々はわからないですよね、どうなるかなんてね。でもね、何でもですけどね、継続が大事です。なのでね、ちょっと私もね、 YouTube の世界頑張ろうかなと思ってます。はい、皆さんよろしくお願いします。 OK, thank you so much watching. Hope to see you soon. Have a good one.